スタンフォード・スタンフォードは、アメリカ合衆国コネチカット州南西部、フェアフィールド郡に位置する都市。ニューヨークの中心部から北東へ、約5 7トルに位置している。人口は122,643人で、ブリッジボート、ニューヘイブン、ハートフォードに次ぐ、同州第四の都市である。ブリッジボートと共に形成している、都市圏は、フェアフィールド郡一郡からなっており、 人口916,829人である。スタンフォードは治安が良く、マンハッタンから車で45分の1時間程度の通勤圏に位置していることから、ニューヨーク日本人学校を有する西隣のグリニッジや全米有数の高級住宅地として知られるニューカナーンとともにニューヨークの衛生都市として発展している。立地条件の良さからスタンフォードに本社を置く。 大企業も数多い。2005年には、スタンフォードは、ユナイテッドステーツリビング市の投票で、最も住みやすい都市に選ばれた。スタンフォード市内のウェストパーク。1906年の絵はがきより、古くは、ネイティブアメリカンたちの間ではこの地は、リッポアムと呼ばれていた。ヨーロッパ人が入植してからもしばらくはこの名で呼ばれて、いたが、やがて、 イングランドリンカンシャー州の同盟の町にちなんで、スタンフォードと改名された。1640年7月1日、入植者側のターナー大意とネイティブアメリカンのチーフ、ポニュスとの間で証書が調印され、入植者は、コート12着、クワ12本、マサカリ12本、メガネ12着、ナイフ12本、鍋4個、ネイティブアメリカンが当時貨幣として用いていた。 貝殻製の玉4キと引き換えにスタンフォードの土地を購入した。その後も何度か交渉が行われ、1700年、ついにネイティブアメリカンは多額の金を受け取って土地を入植者に明け渡した。初期のスタンフォードにおける主産業は海岸戦争で行われた商業であった。スタンフォードがニューヨークに近かったため、商業で入植地を成り立たせることが可能だったのである。 スタンフォードのヨットクラブ。1910年。19世紀後半に入ると、ニューヨークの住民たちが、スタンフォードの海岸戦争に、夏の別荘を建てるようになった。また、スタンフォードに移住し、マンハッタンに通勤する者も,も出てきた。時代が下るにつれて、スタンフォードは、別荘地としてよりも、住宅地としての人気が高まっていった。人口も増加し、 1893年、スタンフォードは正式な市になった。変わったところでは、スタンフォードは電気紙総理発祥の地でもある。1940年頃、アトランティック通りに社屋を構えていたシックは1000人を超える従業員を雇っていた。その長い歴史にもかかわらず、スタンフォードには歴史的な建物はほとんど残っていない。その要因としては、 1960年代から1970年代にかけて行われた大規模な都市再開発が挙げられる。再開発によって、それまで歴史的な建物が多く建っていたダウンタウンは高層ビルの立ち並ぶ近代的なビジネス街へと変貌した。こうした開発はカイ・ディー・リッチによって行われた。再開発は論議を巻き起こすものであった。 ダウンタウンの住民グループは9ブロックを取り壊し、地元企業400社と住民1100家族が追われることになる、この開発計画に対し、訴訟を起こした。1960年代、カイ・ディー・リッチはダウンタウンに、スタンフォードで最も高い建物となる、ランドマークビルディングと GTE ビルディングを建てた。GTE ビルディングは現在では、ワン・スタンフォード・フォーラムとなっている。 同時期に建てられたスタンフォードマリオットは、最上階に、ロングアイランド湾を望むレストランを有している。さらに1970年代には、10スタンフォードフォーラムが、1980年代には、敷地9万平方メートル以上を有する、ショッピングモール、スタンフォードタウンセンターや、4スタンフォードフォーラム、6、スタンフォードフォーラム、8、スタンフォードフォーラムといったビルを建てた。 これらの近代的な建物は、スタンフォードのダウンタウンの姿を大きく変えた。週間高速道路95号線に並行する、トレッサー大通り沿いの建物は、トレッサー通りに駐車場の出入り口を有し、I-95 側はガラス張りになっていた。カイディ・リッチの創始者一家であるリッチ家は歩行者に、優しくない道を作ったとして批判され、トレッサー通りは、建築、 都市デザインの批評形から不評を買った。これに対し、カイ・ディ・リッチの社長、ロバート・エヌ・リッチは、1999年に、ニューヨーク・タイムズの記者に対し、道は歩行者のために作ったのではない。GTE は、ニューヨークで爆弾テロにあったからスタンフォードに来たのだ。犯罪は、ニューヨークでは問題だった。だから、ニューヨークの建物は、 内部が見通せないように設計されていたのだ。と反論した。カイディ・リッチとともにダウンタウンの再開発を進めた企業としてはアンタレスや W&M 不動産が挙げられる。前者はダウンタウンのコンドミニアム建設プロジェクトを進めた。後者はアムトラックのスタンフォード駅の南にメトロセンターというビルを建て現在も同ビルを所有している。同ビルには トロントに本社を置く情報企業トムソンがオペレーション拠点を構えている。1980年代後半に入ると不動産価格が暴落し、1990年代前半にかけてカイ・ディリッチはほぼ全ての資産を売却しなければならなかった。しかし、ランドマークスクエアでの貸し出事業は続けていた。現在でもカイ・ディリッチはランドマークビルディングに本社を構えている。 最近、カイディ・リッチは、サマー通りとブロード通りの角に、コートヤードバイマリオットを建てた。カイディ・リッチは、同ホテルを所有している。また、ダウンタウンの演技芸術センターである、リッチフォーラムは、リッチ家にちなんで名付けられた。コネチカット州内の位置スタンフォードは、北緯41度5分48秒、成形73度33分8秒。 北緯41.09667度整形73.55222度、41.09667-73.55222に位置している。アメリカが州国統計局によると、スタンフォード市は総面積 134.9kmh である。そのうち 97.8kmh が陸地で 37.1kmh が水域である。 総面積の27.52%が水域となっている。ダウンタウンはビジネス街ではあるが、市がニューヨークの郊外都市としての性格も持っていることから、高層アパートやコンドミニアムも多く建っている。また、ダウンタウンにはスタンフォードタウンセンターというショッピングモールもある。市の南側、サウスエンド地区は重工業が集中する工業地区である。一方、 北側のノーススタンフォード地区は全米有数の高級住宅地であり、住民の所得水準は同じく高級住宅地として知られる北東隣のニューカナーニア西隣のクリニッチをしのぐ。スタンフォードはニューヨークに近く治安も良いことから住宅地としての人気が高く、そのため複雑な住宅事情を抱えている。ダウンタウンの北側、特にストロベリーヒル通り沿いには 高層アパートやコンドミニアムが多く建っている。グレンブルック地区や後部地区にもコンドミニアムが多い。一方、ウェストオーバー、出版、ノーススタンフォードの各地区には一戸建ての高級住宅が並ぶ。地価が高いため、北東部の他の主要都市で見られるようなダウンタウンの後輩はスタンフォードではほとんど見られない。しかし、サウスエンド地区やインナーシティのウェストサイド地区、 ウォーターサイド地区の一部には、地下の高いラウンタウンや、市内の他地区に住めない貧民が集中し、過密状態に陥ったスラムが広がっており、スタンフォードにおける貧富の差の大きさを物語っている。スタンフォードは、ニューヨーク郊外の住宅地であるばかりでなく、大企業が数多く本社を構える商業都市でもある。それらの企業の多くは1980年代に、 ニューヨークの中心部から税金が安い、取締役の自宅に近いなど、立地条件の良かったスタンフォードに本社を移転し、現在もスタンフォードに本社を構えている。スタンフォードに本社を構える企業のうち、フォーチュン500に入る企業は4社あり、フォーチュン1000には9社が入る。また、これら大企業の本社のほかスタンフォードには支店やヘッジファンドの数も多い。 スタンフォードの経済は、こうしたマンハッタンから移転してくる企業や、地元のビルに北米拠点を置く、ヨーロッパ企業によって成り立っている。スタンフォードに本社を構える、大企業としては WWE、ゼロックス、ピットニー・ボーズなどの例が挙げられる。また、スイスの世界的な投資銀行 UBS は、スタンフォードに北米拠点を置き、北アメリカ最大の株式トレーディングフロアを、 有している。2005年10月には、スコットランド王立銀行が、北米拠点をスタンフォードに集中させると発表した。同行のトレーディングフロアは UBS をしのぎ、北アメリカ最大のものとなる予定であると発表されている。一方、スタンフォードを離れる企業も存在する。理由としては、スタンフォード市内の渋滞やオフィスの家賃の高さが上げられる。それらの多くは、 ノーウォークや、ウェストポートなどの近郊や、フェアフィールド群内でもさらに東の方へと移転していく。また、企業の合併、買収の結果、中内外の他地域に本社を移すことになる企業もある。2006年には、インターナショナルペーパー、メットウエスト箱の2社がスタンフォードを離れると発表した。ピットニー・ボーズは本社こそスタンフォードに残しているものの、バックオフィスは、 フェアフィールド軍統部のシェルトンに移した。連邦捜査局による2004年の報告では、スタンフォードは人口10万人以上の都市の中では4番目に安全な都市であるとされた。2005年上半期の報告では、スタンフォードは人口10万人以上の都市の中では最も安全な都市であるとされた。同局のデータを用いたモーガンクイット農車の全米の安全な都市ランキングでは、 スタンフォードは2003年にはベスト21位、2004年にはベスト25位であった。しかし2004年以降に貧民の多いウェストサイド地区で重犯罪が増加したため2005年以降は人口10万人以上の都市の中でのベスト10、全米の全都市の中でのベスト25のいずれにも入っていない。それでもスタンフォードの犯罪率は全米平均の半分程度で、 州内の主要都市や全米の同規模の都市に比べて格段に治安の良い部類に入る。スタンフォードの治安の良さの要因としては、まず同市が郊外都市であるため住民が人口規模の割には均質で、しかも地価が高いため住民の所得が高く、貧民が少ないことが挙げられる。加えて失業率が低いこと、警察が効果的に機能していることもプラスに働いている。 さらに1980年代以降、ニューヨーク大都市圏全体の治安が劇的に向上したことも要因として挙げることができる。スタンフォードは玄関口となる空港を許さないが、ニューヨークの3空港を利用することができる。3空港のうち国際線はジョンカイケネディ国際空港とニューアーク国際空港に発着する。前者はニューヨーククイーンズ区に位置する。 全米有数の大空港で、米系のみならず、欧州系、アジア系を含む、航空主要各社の路線が、数多く発着する。一方、後者は、ニュージャージー州に位置するため、スタンフォードからの距離は、遠いが、アムトラック一本で、アクセスが可能である。同空港をハブ空港にしている、コンチネンタル航空は、アムトラックとのコードシェアで、スタンフォードのアムトラック駅に、 ZTF というコードを割り当てている。この他、国内線は、ニューヨークのマンハッタン島とスタンフォードの両方に、最も近いランガーディア空港からも利用することができる。週間高速道路 I-95 は、市の南側を通っている。I-95 は、ニューヨークとボストンを結ぶ、大動脈であるだけでなく、大西洋岸の主要都市を結んで南北に走る、幹線である。 スタンフォード市内には4カ所のランプがある。また、市の北側にはメリットパークウェイが走っている。I-95 とは異なり古い道路で、同高速道路をまたぐ、一般道路の陸橋の雪高も低いためトラックが通行できず、商用には適さないが、I-95 と合わせてニューヨークへの通勤道路としてよく利用されている。 ダウンタウンの南にはアムトラックの駅がある。同駅には北東回廊の中距離列車のほかアセラエクスプレスも停車する。また、同駅はニューヨークの通勤列車であるメトロノース鉄道ニューヘイブン線の主要駅の一つであり、沿線中最多の乗降客数を誇る。メトロノース鉄道の急行列車はスタンフォードが最後の停車駅で、そこから先はニューヨークまでノンストップであるため、 各駅停車と急行列車の乗り換え駅としてもよく利用される。同駅で分岐するニューカナーン支線と合わせると、スタンフォード市内にはメトロノース鉄道の駅は3駅存在する。コネチカット州交通局が CT トランジットという路線バスを運営しており、スタンフォード市内およびグリニッジ、さらにはニューヨーク州ポートチェスターなど周辺を広くカバーしている。一方、 スタンフォード公立学区は、児童、生徒用のバスとして、レードローというバスを使用している。CT トランジットのバスとは異なり、レードローは市外に出ることはない。またあくまで学校に通う、児童、生徒用のバスであるため、レードローは、学校登校日にのみ運行される。スタンフォードのダウンタウン、ありがとうございます。